どうもおはようございます。10月26日朝の6時15分の相場解説になります。FX オリガフィの皆様と、総可塾限定動画をご覧の皆様、FX でね、買っていきましょうね。今日もテクニカルですよ。えー、ということで、まず冷やしを見させてもらってますけども、先週の金曜日ですけども、材料がドカーンとありました。それがこの大きな上髭、下髭付きの陰線陽線ですけども、その次にね、こちらの方の陽線が出てますね。 反値、えー、戻し、出戻しをしながら、それから昨日なんですけども、こういうふうに、またですね、大きな下落がありました。本当にね、二転三転しておりますけども、テクニカルで解釈すると、そんなに難しくありません。まずは、倍の方に思いっきり迎えるのはどこなんでしょうかってことですけども、一つのポイントとしては、ここを超えたときですよね。ここを超えたときには、思い切って倍の方に入っていきます。 リスクの取れる方はこういうところから根っこから入ってるわけなんですけども相当なリスクがありますなぜならここからさらに下に下ることもあるからなんですよだからね一旦った下に下ってもこれはトレンドが右肩上がりである以上戻ってくると思いますけどもそこまで耐えれる精神力のあるかどうかってことも問題ですよね含み損が膨らんでくるともう本当にね決済してくるてしょうがなくてしょうがないようになるんですよ じゃあ15万の含み損を抱えた時にその含み損が10万になったらもう今だここで決済しとこうってなるでしょでも実際に多くの方っていうのは15万の含み損を抱えて10万になったら少なくとも損切りできるのにと思ってるうちに20万の含み損になるわけですよでもうダメだと思って20万で決済して損切りをするんですけどもそういう人が増えるから20万ぐらいで損切りしたポイントがね今度15万10万っていうふうになっていくんですよだから我慢比べですよそこはね で、先の見えない我慢比べで、我慢比べをした全員が刈り取られる可能性もあるっていう恐怖の我慢比べです。例えと言うと、洗面器にこうね、水を張って首を突っ込んだ状態で、最初の3人が顔を上げたら残りの1人に賞金を上げますよっていうふうに言われてるようなもんなんですよ。ただし、何人で勝負してるのかわからないんですよ。もしかしたら、3人が顔を上げた時に、 向こうに、ね、100人ぐらいいるかもしれませんしそもそも洗面器に顔をつけてるのが2人しかいないかもしれないわけですよ変な例えになってきましたのでこの辺にしておきましょうかとにかくね結果のわからない我慢比べそれが含み損を抱えた状態ともいえますね4時間に行きましょうかで4時間というのはこういうふうに反年戻しがあった後にさらにね、えー、こっちの方に落ちてきてますよねで昨日は あのどういうことになってるかっていうとあの横ばいだと思ったら下にズドンと落ちたわけですよそれが1時間で表現されてますけども1時間の分析を一番重きを置いてる私たちとしてはこれを見ることになりますね大きな値動きがドカーンとあった後にあ半年戻しまで来たなと思ったらそんな半年戻しをね刈り取るようにまた2発目のこの財政出動があってね えー、介入をしてこられたわけですよその後は緩やかに上昇してレンジをある程度の幅で取りながらほぼ翼倍の状態で昨日1日は終えたってことになりますえそしていつの間にかこういう風うな大きな流れができた時にあのー、深夜の放送でも申し上げましたけどもこれをねダブルボトムと捉えることができるんじゃないかなってことなんですよでも急速に上昇するのはダブルボトムではなくってせいぜいねここ終わって下に行く可能性は低いですよってことがわかるようなダブルボトムにとどまってるってことです です緩やかに緩やかに上に行くんじゃなかろうかと見てるのが今日言えるやっとのことなんですよね、はい、昨日はねあのほとんどロットを張ってないようなエントリーをしましたけども当然損切りを食らいましたデモトレードで様子を見ていてもよかったんですけども私の場合はどんな時でもすごい少ないロットでも入れるようにしてますねでも基本的には1ロットから5ロットで勝負してますんで、えー、本格的に玉を入れる時っていうのはまあそういう風なね お試しロットなんて関係ないぐらい分取っていきますんで、そういうバランスもありますんで、バランスが取れない方はデモで行くしかないと思います。で、今後の方針ですけども、私はね、このまま、ここ終わって下に行くことあんまり考えられないんですよ。だからこれを第二シナリオとして、第一シナリオは、これが上昇してね、えー、いくらでしたっけね、ある一定のポイントを超えて、えー、上昇していったら、そこでまた買いのエントリーを入れて、少なくともこの間を取っていこうかなってことですよね、この間。 149円を超えたら倍でエントリーするっていう風にリスクの取れない方はやった方がいいと思います今日お話するのはそんなところですねじゃあまた後ほど動画更新しますお疲れ様でした